今回は、F14 ガチャを引いていきたいなと。で、もうこれはね、引くかどうか本当に悩むんだよ、ずっと。だけど、まあ、全部持ってないっていうのもあるし、これ。タイラスがね、入ってて、しかも超絶かける2なんだよね。だから、これが出てくれたら、いい加減鉄壁欲しいからね。これが出たらいいなっていう。で、まあ、バーストもね、欲しいし、もちろん。どっちかって言ったらね、こっちが欲しいかな。これと、やっぱヤシトランかな。物理のバーストは、もう、いいから、ちょっと魔法系が欲しいなと。まあ何が当たっても当たりだよね、今回は。なんでね、まあ、前回のガチャがまあすごいひどかったからまあちょっと今回引くのちょっとやめようかなと思ったけど、あとあれだよね、9がね控えてるんだよね、イベント。そこもねまでに止まるかなと思って、また50個、でもとりあえず引こうと。はい引こう。はい、なんか出てほしい。とりあえず、ストーナスキンが欲しいよ。はいストーナスキンが欲しいよ。はい。おー !3 つ3つ、いい感じ、いい感じ。てか、銀多いな。最近金多いよね。金がいっぱい欲しいんだよね、できれば。あ、これは重ねれる。はい。ごめん。来たー来た来た来た。おお、これはバーストじゃない？あ、2個出た。これは来た。これは来たね。バーストだ。あ、いいね。待機時間なしで見方全然。大回復？あ、単体だったわ。で、味方全体でしょうか。味方全体を大回復プラス、受ける攻撃を最大値の 30% 分までフォーカス。バリアを。強い。で、タイラスが。いやー、やっとだ。タイラス欲しさにね、タイラスが初めて出た時かな。ワンしたんだよね。その時も、なんだっけ、サンクレットの防具が1個出ただけで悲しい思いをする記憶があるから。わあ、引いてよかった。しかも全部ヤストラヤストラが強くなった。レベル上げなきゃ。これで14のイベントは乗り切れるかな。どこだろう。ヤストラとサンクレットしか持ってないからな。まあでも、いやー、タイラスが手に入ったのはでかい、本当に。よかった。前回悪かったけど、今回よかったからもういいや。はい。じゃあ、次は、どうだろう。14のイベントかな。ナイトメアダンジョンはね、ちょっときついよね。200、難易度200の方はギリギリいけるかなって感じだけど、250はもうちょっと、っていう。そっちもできたらね、動画にしたいんだけど、まあまあまあ、この土日で、コツコツやろうかな。はい。じゃあ、終わろう。バイバイ。